JR 西日本キハ120系300番台、NDC は新潟鉄工所が製造したローカル線向け軽快機動車のシリーズ名である。JR を含めた多数の鉄道事業者に採用されている。新潟鉄工所の鉄道車両部門を継承した新潟トランシスは NDC の名称を用いていないが、本項では新潟トランシスが設計、製造した汎用的な軽快機動車を含める。富士重工業の LE カー、LE-DC シリーズと並び、1980年代から90年代にかけて相次ぎ転換開業した第三セクター鉄道をはじめとしたローカル線向け軽快機動車の2大グループを形成した。LE カーシリーズでは特に初期型は車体やエンジンまでバス用のものを用いていたが、新潟鉄工所当時の NDC では部品類にバスとの共通品が多く用いられていたものの車体構造等は通常の鉄道車両に近いものとなっていた。新潟トランシスに事業移管後は LE-DC の低床車両技術などを積極的に取り込んでおり、最近では両社の特徴を持った車両も登場している。また廉価ゆえに車体の耐久性に難があった反省からより通常車両への回帰が進み、さらに、TIX と呼ばれる車両情報制御装置の装備や電車部品との共通化などにより、コストの適正化と安全性の向上が図られている。なお、これらの新車は厳密には NDC に含めない場合もある。各事業者、各線区の事情により、16メートル級、18メートル級、20メートル級といったボディバリエーションがあり、客室窓構造、座席配置、フロントマスク、前、尾灯位置、貫通扉の有無、客用扉の形状とステップの有無など、多様な仕様に対応している。NDC は30年以上にわたって製造されているため、何度かのモデルチェンジを受けており、現行型は第3世代となる。由利高原鉄道イヤー-1500系。北海道地北高原鉄道 CR70 形いすみ鉄道いすみ300型三陸鉄道36の600系水島臨海鉄道 MRT300 形伊勢鉄道伊勢3型垂水鉄道背後295から510系長良川鉄道長良500系天城鉄道 AR300 型は新潟トランシスで製造されているものの設計は富士重工業のものでNDC ではなく LE-DC に分類される。また新潟トランシス設計、製造の車両の中でも西日本旅客鉄道キハ126系機動車、四国旅客鉄道1500系機動車、関東鉄道キハ2000系2400系、土佐黒潮鉄道、TKT-8000 系、9640型などは NDC をベースや参考に、パーツの流用を行ってはいるものの、それぞれ個別に設計された一般軽機動車で、ほとんどの場合、NDC とは区別される。ありがとうございます。